さあ、あとナマズ2個。8と9。8は、くるくる伸びるキャンプ場、塗ってピロピロも、あー、ロックマンにもあったな、この仕掛け。武器地リクエストあり。何の武器使わされるんだろう。ヒーローシューター。またこの武器使ってデータ集めるでしん。またこれか。ああ。上だ、上を狙え。よし。上の方が美味しいからね。ぬりん。で、戻ってくんでしょ？あえて。戻るの味わっておく。うんうんうん、おうおう、 そんな感じで戻ってくるんだ。いけ、伸びろ伸びろ。特に伸びるのとは関係がない。あ、伸びるやつだ。伸びる水道管ってね、欲しいよね。ドラえもんじゃねえか。足元の敵注意されたし、ほら、あ、なるほど、追加で攻撃したら戻ってこないみたいな。ほっ、イエーイ。え、なんかシール、まあまあね、ヒーローモードクリアしたら使えるようになりそうだね、感じの。一発でいいんだこれ。いくらちゃんでしゅなんだよこの効果音。あ、なるほど、一瞬でなんで戻ってくるのかと思ったら向こうに邪魔されてたんだな。下も気になる。ほら、だいたいあるんだもん。シールド、しゃしゃしゃ、一発。中間地点、くらえ、くらえ、くらえ。まさかのね、このピルピルは攻撃だったんだ。ピル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 、え、隠れてた。え、そんなんあんの。塗ったら出てくるとか。おいおいおい、探索が大変になるじゃねえか。この辺全部塗らなきゃダメなのみたいな。上行けない。向こう怪しいね。覚えておこう。おかしくね、その動き。逆から打って伸びるわけねえじゃん。ナイス縦ピロ。コンボした、コンボがつながった。おう、何今の動き。煮干し、煮干、煮干、シャッシャ。このステージ交換おもねえな。やうい、一気に戻された。パワーが足りない。もっとだ、もっと押せ。やれやれ。後ろが怪しいぜ。何もなかった。もう帰れない。だから私は行くんです。いやー、面白い仕掛けだね。ピル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 、超面白い。まずいやつや。向こうまで行った。まだまだまだ。よし、シークレットファイルをゲット。ピル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 。これでショバーとクリアしちゃったら大丈夫かな。裏とか大丈夫ですか。大丈夫です。
裏怖っ。いくら丼。西郷丼、西郷丼。違うわ。いくら丼。裏道。スキャリー。イエー、あーこ、おお、ほ、ふぅ、ひぃ、戻ってくる。襲撃、あ、こんなんか狙撃できそうです。狙撃。恐ろしい兵器用意したもんだね。いっぱい来たー。急げー。あ、このステージ短っ。なんか取り忘れがないかね。うん、ちょっとチェックして。あるんじゃね。あ、なかったわ。インゲラー。あ、復活してる。あのバリアは復活する。にゃん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 。いや、テンポよく進めましたな、このステージは。フルフルのビール、チケットもゲットしたよ。ロブの店に行ってみよう。お、花札？年に、いや、100人種かな。年に1回行われる全国カルタ大会。突然現れた新人、ゼゼン氏が他の競合を打ち負かし、総合優勝を成し遂げたのである。誰だろう、ゼ、ビゼンか。ビゼン氏か。ゼゼン。いやー、きっと出会えるはずさ。あ、なんか言ってる。武器強化ならカンブリボックス。まだ756だからね。とりあえず貯めていこう、貯めて。はい、あとは9。あ、タコトネス来る。バッタンバッテラストリート。ナマズを取り返してやる。おっと、バテラストリート。来た、タコゾネス。豆電池ナマズ。8個集めて電池ナマズ1個分ね。光の柱を頼りに、豆電池ナマズを取り返すのじゃ。バテラ、おっと、いるいる。お前もボムとか使うんだね。引き打ち、引き打ち。死んだ？生きてる。やったよね今。全7個取り返すのじゃ。とりあえず上にイクラがある。イクラって気になるんだ。この木何の木、イクラがなる木。名前も知らない。いっぱいいる。消えた。え、死んでない。死ねえ。タコのテンス倒してもイカになるんだけど。煽りイカはやめろ。この裏に隠れてるのは物見えないよ。タコトネス倒してもイカになってんだけど。あと6個。ボムなんかいない？先に上に倒しといたのかな。ちょっと安全のためにね、ちゃんと上から塗ってからゲット。ちっちゃい方が可愛いな。誰もいない。罠だね、これ。いる。うわ、やられた、今。シールドなかったら死んでたじゃねえか。スーパージャンプ！壊せる、これ。壊せた。それはちょっとナイスすぎる位置に。
敵何匹いるの？一気に詰めていくか。足場に行ってりゃ余裕だろ。あと4個半分。ちゃんとあの開始位置から復活してきてる。一発全然壊れねえし、あと3つ。やっぱ中央をキープしておくのは基本じゃないかな。ほらあると思った今のは。ゲットしとこう。アーマー、ういっ。着地狩りしようとしたら狩られた。そういうことすんのやめて。シールド量が分かりやすくなったね。そりゃバカだろ。スーパージャンプやめなかった今。着地地点見えてたのに。裏道発見。ボムラッシュだ。あと1個だけどまだ煮干し取れてないんだよ。あれ取る前にちょっとアイテム探しに帰りたい。入れてねえじゃん。してシールド。煮干しもあれもないんだよね。裏道裏道。いくら丼ばっかりなんだよな。出てきた。よし、いるいる。失敗した。チャージャー。よし、アオリカがあまりいい趣味とは言えないぜ。またボムラッシュ。ほら、バシューから来るまで早すぎんだろお前。シールド。あと煮干し。ここショートカットポイントある。これいるわ。いいエイムしてるこいつ。EM してるじゃねえか。とりあえず煮干し見つけてきます。あそこかな。ここっぽくない？チェイ！どこからどこから。私は喉から。あ！やばい、やっぱ敵を倒さないとダメだ。自ら追い詰められていくスタイルだけど。めっちゃ強いっていうか圧倒的に不利だね。コンピューターでさえこれなのにさ、ちゃんとしたプレイヤーにあんな位置から戦って勝てるわけないよね。その仕掛けいるか。こら急に来んだよこいつら。しかもいくらじゃねえか。うう
見た？恨みまで持ってんの？空中で当ててきた。何あのエイム力、俺も欲しい。タコのネス強くなってるな、ワンに比べて。だいぶ。そして残り一つが見つからない。見つからにゃーい。この下でもなかったしな。あとどこだ、煮干しありそうな場所。マップ見れないね、 X をしても。一つ行ってるんだけど、あれ取ったら終わっちゃうからな。ああ、タコトネス強いんだけど。ほら、やったやったやった。今晩はドンカツだ。ここか、違う？え、ここでもないの？クリアだけならこれで終わりだけど、コンプリートしたい。どこ？割と敵無限に復活してくるから。あー、ぐだってんな。でも、おーっと、こんなところに。あ、ここか。違う？気のせいです。回った感あるんだけど、どこだよ。縄張りバトル 100% いっちゃうよ。おっと、見当たらねー。もうちょっと塗り尽くした感あるけど。そうじゃないよね。この上だと思ったんだけどな。本当に見つからんな。あれれ、おかしいぞ。本当に見つからん。グダグダじゃないと僕ダメなんだよ。マジでマジでマジで勘弁してくださいよ。超簡単なとこ見落としてると思うんだよね。ほんと 100% なっちゃうよ。いや、いくらのなるき。X でマップ開かせてください。もうね、タコトネスは全滅したみたいだ。
あっ、高野さん強いって。ここまで完璧に塗られてるところに飛び込んでくるっていうか勇気ありすぎだろう。つか、あった、あーしんどかった。よしクリア。探してる時間の方が長かった。13分もかかった。ここ短いなって思ってたのに。はい、ただまー、よーし、ボス戦。生かしたギアをネットでゲット。一味違うギアパワー。トゲトゲボーイへデリバリー。担当に姉も。姉もちゃーん、よーし、ボス夜間開いたね。油断せんよ。